前半キックオフになりました。伊藤ホーリーホック対日本、エキシビションマッチが始まりました。さあ、七海さん、この試合注目すべき選手はいらっしゃいますか？香川真司でしょうね。はい、動き出しの良さからスペースを見つけ、ボックス内に飛び込むワンタッチボーラーですね。はい、センターフォワードを生かすのが非常にうまい選手です。なるほど、この試合彼をどう封じ込めるかが一つのポイントになってきそうです。高杉奪います。さらに前にしたい。どういった攻めを見せるのか。そこからラインの裏ですね。ここで奪われました。右サイドへ振ってサイドから一気にチャンスになりそうですね。どこに出してくる、ね、シュート、前線へのボール、ちょっと危ないぞこのパスは。高杉、土屋キープできるか。中は1枚だ。そう、3人入りましたよ。さあシュート、ここはクリアします。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？ミートとしては少しこうゴール前まで、うん、こう攻撃の形を作れてるなという印象ありましたけどね。なるほど、縦にボールを送ります。ふわりとしたボール、シュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。シュートの前のパスなんですけどね、ディフェンダーにとって嫌な位置にボールを落とすオーバーなプレーだったと思いますね。そうですね、ここはディフェンスです。さあどう攻めるか。岡崎、素早いアプローチです。さあ誰に出すのか。岡崎、ここまでご覧になっていかがですか？北澤さん、水戸としてはシュートも打ててますしね、試合の優に進めてるんですけどもね、そこは決めきれないですよね。どうしてもですが、かかるかもしれませんね。誰に当ててくるのか。ディフェンダー集中力いいですね。枠は捉えていました。安定してのシュートですけど、素晴らしいコントロールでしたね。いた、さあどこへ出すのか。ここで取られました。ここは素早くマーク、どのような攻めを見せるのでしょうか。岡崎、本田へ、どういった攻めを見せるのか。本田圭佑、枠を捉えた形。ディフェンダーが揃った状態でしたからね、はい、もうちょっと早くサポートしていかないと崩していくのが難しいと思いますね。なるほど、マーキの早めに叩いておきたい。前半31分が過ぎたところ、ボールを奪います。おーっと、繋がりませんね。まだ危ないでしょこれ。長谷部、試合も中盤に差し掛かっていますが、今のところ両チームともにゴールはありません。さあどこへ出すのか。これは奪われます。カットされました。
ここはディフェンスです。こういった中盤の厳しいからセカンドボールはとても大切になってきますよね。頭からのスルーパスは通りませんでした。ちょっとね、中途半端なパスでしたよね。奪われる、ボールを奪います。ボールこぼれて緑川、シュートに行けるか。このボールはこれをクリアします。岡崎から本田、組み立て直します。ここで笛、前半が終わりました。前半0対0。さあ北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？自分の中継の中でその守備をそういった形に通してたんですよね、はい。まあ、本当に変えることによってね、はい、勝負どころになる可能性ももちろんありますしね、うん、ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありましたね。なるほど、監督の指示、選手団たちのゴール、勝ち越しだ日本。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、今みたいなスルーパスはね、ラストを頼むから決めてくれっていう、こう愛情たっぷりなパスなんですよね。なるほど、しっかりそれが伝わったんじゃないですかね。はい、まあ、後半この立ち上がり取れたということは本当にチームにとって大きいですよね、はい。で追加点を取りに行くのか、この1点で守りきるのかということをあとは考えていかなきゃいけないところになりますけどね。なるほど、山口ボールを奪えるか。土屋ボールを奪います。二塁、奪われます。もう少しトップミスになりましたね。ボールが収まりません。ありますよ、ボールがクリア、緑川奪います。前線へ出す、本田から岡崎、かきましたよ、お前スルーパス。岡崎がこうゴール前でボールを持った時はいろんな選択肢がありますからね、ディフェンダーは迷いますよね。内田へ、長谷部、太田、さあどう攻撃を組み立てるのか。牧野、大きく縦に入れます。ボールどこのパス、このボールはクリアです。これは奪われました。あんたですね、ボールを奪います。スローインです。浜田どうする、サイドのスペースを使います。さあ打てる、クリアします。スペース出ましたね。パス抜けてきます。ここで選手の交代があるようです。ちょっと力が入ってましたね。本当に攻撃的な答えだと思います。ダッシュ浜田、さあどう攻めるか。
ができるか。シュート。ゴール。伊藤が追いつきます。これは一瞬のスペースを見逃さず、グラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパス、ポジショニングも良かったんですけどね。セット続きますよ。さあスペースを狙う。ゴール。ゴールと思いきや。残念ながらフリーキックとなります。伝えていきます。さあ岡崎、太田、宇佐美に渡る、上げるか、これはファールの判定です。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。深い位置からのセットプレーになります。面白いですよ、このボールも。先ほどゴールを決めている。ここで奪われます。吉田、奪われると危険な位置。ここまでは1対1の同点です。ここまでご覧になっていかがですか、佐々さん。ここで持ち味を両チームに発表したいなと思いますね。展開していくのでしょうか。高杉、長いボール縦へ。緑川、浮き球で裏を狙う。サイドのスペースを使います。いい展開ですね。いいクロスが入れば。チャンスでしたが取られてしまいました。宇佐美、もう時間ないですからね。シンプルな攻撃球の周りだと思いますね。さあボールが抜けていく。メンバーチェンジを選ぶ。切ることができるという感じだったと思うんですけどね。残るは2分を切ろうというところ。土屋、大きく縦のボールつながりません。スローインです。奪われます。宇佐美、左サイド上がります。早く上げたいところ。ボールはクリア。
前を向けるか。ここは笛です。1対1同点で試合終了です。七海さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。組織力、この力、そしてイマジネーションなど様々なストロングポイントがありますからね。それを見て感じるだけでもサッカーって面白いなと思いますよね。はい、ありがとうございます。さあ、放送期間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さん、そして七海博さんをお招きしてお送りいたしました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。1対1、両者痛み分けという形に終わっています。